疲れ様です。お疲れ様です。今日の試合の意気込みをお願いします。はい。まあ楽しく気軽にやりたいなと。今日対戦を楽しみにしている選手います。とまあ村上投手は交流戦対戦なかったので、まあ調子も防御率もいいって、聞いてるんで、まあどんな球かやってみたいなと思います。最後に後半戦に向けて意気込みをお願いします。はい。まあ、ここで、ファンの皆さんとしっかり楽しんで、またチームは連敗中なんで、なんとかこのオールスターを弾みにきっかけになればいいかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。